キャッチー生放送でお伝えしています、はい、続いてのコーナーはミニシアターイン映画マニア、やった。案内は映像制作開演者白間あさみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白間さん、このコーナー初登場ということで、そうです。まず開演者さんについてちょっと教えていただきたいんですが、どんな会社なんですか？はい、開演者は、はい、市町村の委託を受けた映像制作が、メインの会社でして、うん、それ以外にも自主制作として、はい、ドキュメンタリー映画を4本制作して上映配給しています。なるほど、はい、うん、またその映像制作以外に開演者の小さな映画会という名前で、はい、上映会を年に 4,5 回開催しています。はあ、まあ、年に 4,5 回なかなかのペースですし、まあ、その自主制作の映画も作られていると。はい、はい、どういったものなんですか、その自主制作映画っていうのは。私たちの映像制作会社 の原点というか制作理念が残したい沖縄ということで、はい、まあ、その沖縄の伝承文化を記録し映画化しています。ボンジュール傘、はい、こちら、これは2021年に制作しました。本部町瀬底島のムンジュルガサの作り手であった大城善雄さんのムンジュルガサを作る工程を通して、まあ、島の暮らしであったり歴史であったり、瀬底島の傘ムンジュルガサを描きました。ほう、ね、いろんな文化が消えていく中で映像で残すって大事ですよね、はい、そうですね、はい、うん、こちらも、はい、こちらが2022年に制作した宇野石氏中曽根正弘の獅子作りという映画ですが、沖縄の獅子舞を作り手、獅子頭の作り手の思いで舞い手の思い、はい、そういった思いをちょっと綴る映画を作って皆さんに紹介したいな、知らせたいなという思いで作りました、はい、なかなか作る工程の映像って見たことなかったりしますもん ね、はい、ね、貴重な映像ということですね。こちらの映画はですね、優れたドキュメンタリー映画を表彰する2022年度の文化庁映画賞の優秀賞に選ばれたそうなんです。ああ、そうなんですね、はい、さあ、そして12月に今年4回目の小さな映画会を開催されるということで、はい、今回はどのような作品になっているんでしょうか。はい、今年最後の開演者の小さな映画会12月会は、本田孝義監督作品2011年制作のモバイルハウスの作り方という映画です。作家や画家としてもうマルチな活躍をしています坂口恭平さんが、はい、モバイルハウスを作る工程をですね、記録した映画で、まあ、それを通して坂口恭平さんの感性というんですかね、生き方というのにすごく刺激を受ける映画になっています。はい、ワクワク、秘密基地を作るようなワクワクする工程もありつつ、何か生き方をちょっと振り返るような、はいはい、映画になってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。これがモバイルハウスですか？そうです、はい、いいですね、この材料選びから一つ一つ手作りの工程を、まあ、作品、あ、秘密基地だ。そうなんですよ、はい、いいですよね、こういう、まあ、アウトドアの感じ。はい、ゆうさんはアウトドアの生活はいかがですか？好きですか？私ワンちゃん飼うようになってようやく外に出るようになってきたんですけども、はい、でもなんかこういう大人が本気で秘密基地を作るっていうのは、なんかこの夢があって私もいつかやってみたいなというふうに思いますね、はい、まあ、いいですよね、まあ、アウトドア DIY ブームでもありますから、うん、ね、はい、白間さん、上映はどちらで行うんでしょう？はい、沖縄県立博物館美術館の講堂で、12月2日午後6時に上映します。はい、こちらもぜひチェックお願いいたします。はい、開演者さん、今後はどのような取り組みをしていきたいなというふうに思っておりますか？そうですね、これまで通り残したい沖縄をテーマに映像を記録して皆さんにお見せできたらというふうに考えています。はい、白間さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上、映画マニアのコーナーでした。はい、石垣の作品もお待ちしております。